さあ、皆さん、こんにちは。のっぞーでございます。ということで、今回も、ペルソナ4をやっていきたいと思います。はい、ということで、前回ね、手がかり見つかったんで、クマに、その手がかりをもとに、カンジ君を探してもらいまして、で、カンジ君も、なんか変わり果てた姿で、ちょっと見つけたんですけども、ちょっと、シャドウとね、戦って、経験値稼ぎ等してて、で、今回も、多分全部カットしてると思うんですけども、経験値、もりもり、稼いで、ある程度戦えるようになったら、カンジ君のところに行きたいなというふうに思います。はい。だから、もしかしたら長い動画になるか、短い動画になるかは、成長具合だよな。今のままで勝てるとは思わないから、とりあえず、一旦、現実の世界に戻るか。およ?さあ、おかえりなさいと。何しよっかね。クイズに夢中。勉強はもう別にしなくていいもんな。自室で内職。堂島と過ごす。いない、このさ、サメ川で釣りってのさ。前々からあるけど、俺釣り竿持ってねえんだよな。読書にするか。なんか飯ある？何も入ってないか。さあ、内職じゃなくって、本読むか。もうこのまま寝ないといけないのか。今日は学校が休みだ。雨が続いた後に出るという霧、それまでに十分な準備をしなければ。今日は何をしよっか。あれ。なんだそりゃ。ナナコは何か困っているようだ。学校で野菜育ててるんだ。お家で育ててみなさいって先生が苗くれた。なんだろうこれ。これ見ただけでパッとわかる人いるんかな。お父さんに聞いたら好きなとこに植えていいって。どこに植えればいいかな。あ、そういえばなんか外になんかそういう植えられる場所あったような気がすんな。ナナコは野菜を育てたいようだ。確か家の脇に空き地がある。簡単な菜園を作れるかもしれない。あそこも堂島の家の庭なのだろうか。家の隣？使ってないけど、うちのお庭だよ。あそこに苗植えるの？ああ、あるね、そこね。ここに苗植えるの？これは一日がかりの仕事になるんやないの。なんかブロックもあるしね。立派な作ろうぜ。誰かが庭を整えようとしたのだろうか。使えそうな材料が揃っている。これなら菜園を作ることができそうだ。置いてあった材料を使って3円を作った。根気が高まった。おお、立派なの作ったじゃん。もう苗植えていい？へえ、なんか思ってたより、簡単じゃないけど、思ってたよりなんか上等なものができてますね、これね。ななかと一緒にトマトの苗を植えた。ははは、きっとできる。本当？楽しみだね。これのなんかお世話とかしないといけないのかな。ねえ、看板作りたい。野菜の苗、実がなるまでみんなにわからないから。ここに野菜できるよって、ちゃんと書いとかなきゃ。めんどくさい。よし、作ろう。看板作って。ああ、野菜畑。しかもトマトの絵も描いてある。いいっすね。ナナコと一緒に作った看板を菜園に立ててみた。小さいが、菜園らしい趣だ。できた。
お水あげる係ね。ゾウさん上路いるね。なかなか鼻の長い。しかもピンク。俺好み。手伝うよ。うん。一緒に頑張ったもん。お世話も一緒にしようね。ナナコは嬉しそうだ。野菜いっぱい取れたら、お家がジュネスみたいになっちゃうかな。楽しみだね。今は苗が植えてある。収穫できるまでこまめに菜園を見に来よう。園芸道具にアクセスすることで畑の様子を見に行くことができます。何それ、園芸の。立派な畑抜けできたね。ありがとうお兄ちゃん。一緒にお世話頑張ろうね。あー、まあとりあえず出るか。畑の手入れって書いてある。ユキコと過ごすって書いてあるな。あ、ユキコちょっと追撃とか起こしてくれるとかちょっとやってほしいから、ちょっと中深めに行こうか。ん、畑の前にいらっしゃい。あら、お兄さんどうしたの。ここなら家庭菜園で使える苗が手に入るかもしれない。家庭菜園用の苗、扱ってるわよ。ご家族と一緒に菜園を。へえ、若いのに偉いわね。そういうことなら任せて、おばさんがとっておきの苗を分けてあげるわ。昔から苗反作って言ってね、苗さえ良ければ野菜作りは半分成功したようなものよ。もちろんただというわけにはいかないけど、市販品よりも安く譲ってあげるわよ。家庭菜園で作れる苗を売ってくれるような話を聞いてみよう。今売れる苗は2種類あるわね。まずはプチソウルトマト。なるほどね、回復アイテムなんだ。すぐに実がなるから初心者にうってつけよ。味も一級品、気力回復効果もあると言われてるわ。もう一つはカエレル大根。根菜の中でも育てやすい分類ね。思わず家に帰りたくなる味なんて言われててね。面白いでしょ。かなり育ててある苗だから少し世話するだけで食べられるようになるわよ。苗はそれぞれ一個ずつしか譲ってあげられないけど、日を改めてもらえば新しい苗を仕入れておくわよ。どの苗を買うの？今あるのはこれよ。プチソウルトマトってなんか SP かなんか回復するやつだっけ？まあ、500円なら買うか。軍資金はもらってっから。あと残ってるのはカエレル大根。まあなんならせっかくなら買っていきましょう。あら、ここで今日は全部売り切れだわ。明日また来てちょうだいね。で？植えた野菜はすくすく育っている。あと5日ぐらいで収穫できそうだ。え、そんなに早く？忘れずにだな。27日。覚えておこう。ふーん。何やら具合が悪そうだ。堂島さんのお庭を見ていたら分かったのよ。おばさん、お母さんが私の料理を食べてくれないの。素材のせいなのよ。新鮮野菜を作った料理ならお母さんもきっと喜んでくれるはず。早速私も家庭菜園試してみるわ。急いで苗を買ってこないと。くーん、なんか調子悪いって言ってるよこの犬。あ、普通にいるぞこれ。あら、ノックン。ねえ、よかったら今日一日お休み取らない？ずっと頑張って消耗しちゃうより次の日うーんと頑張れる方が結局は近道かなって。どうかな。ユキコに付き合って今日は一緒にリフレッシュしようか。ユキコとはそろそろ仲が深まりそうだ。昼間はユキコと過ごしますか。まあでもさ、このコミの属性をね、上げとくのはもう本当に戦闘に役立つから、まあ、一日を過ぎてしまってもやるべきだと思うんだよね。でもその前になんか道具買いたいよね。ユキコは嬉しそうだ。今夜なんたらないど前。ユキコはどうやら資格の本を買ったようだ。よかった、最後の一冊だった。この本いろんな資格のことが詳しく載ってるって先生に勧められたの。資格を取るつもり？あ、うん。そうなの。ユキコは少し恥ずかしそうだ。テレビの中のもう一人の私が言ってた。旅館を継ぐなんてまっぴらって。あれね、やっぱり私の本当の気持ちだと思う。
だからもう少し素直になることにしたんだ。私ね、天城屋旅館継がない。ここでなんかボイスあった方がいいんじゃない、これ。ボイスあった方がいいイベントなんじゃない。高校出たらこの町出てく。行っちゃった。ふふふ。ユキコはすがすがしく笑っている。それでね、一人で生きていけるように何か資格を取ろうと思うの。インテリアコーディネーターとかいいかなってどう？じゃあ、いいと思う。うん、なんだかかっこいいよね。ユキコは嬉しそうだ。でも難しいんだ、資格を取るのにお金がかかって。お母さんたちにはもちろん言えないしさ。こっそりできるアルバイトでもあればいいんだけど。そういえば商店街の掲示板にアルバイトの募集が貼ってあるはずだ。本当？早速掲示板見てみるね。ユキコの力に慣れたようだ。やる気に触れ、また少し仲が深まった気がした。来た。これで手助けしてくれるのかな？ユキコの心の成長がペルソナにも影響を及ぼす。ムド。ムドってなんだっけ？もう全然覚えられん。今日は付き合ってくれてありがとう。自分の気持ち人に話すのってちょっとドキドキするけど、頑張ろうと思ったよ。じゃあ、またね。掲示板を見に行くというユキコと別れ、家に帰った。おう、おかえり。おかえり。七子と畑作ったんだってな。さっき見てきたが大したもんだ。ま、やるからにはちゃんとやれよ。俺も暇な時は手伝ってやるから。おお、堂島と過ごそうって。一緒でしょ、俺のあれをコミュニケーション、伝達力ないもん。困ったことに。一緒にお世話頑張ろうね。まあ本読むか。これは何が上がるんだ。根気、まあ、根気上げるか。事務作業マニュアルを読みますか。はい、事務作業マニュアルを読んでみよっか。同じ作業を少ない時間でこなすコツが書かれたマニュアル本だ。アルバイトで役に立ちそうな気がする。事務作業マニュアルはまだ続きがある。また今度続きを読もう。よ。これもう次の日出るんじゃねえの？やばくないか。霧。雨、午後には晴れるみたいだな。天気予報じゃ霧出んのはまだ当分先みたいだな。ああ、大丈夫か。今回も余裕だ。おう、頼りにしてるぜ、リーダー。まあでもキャラクターが教えてくれるなら大丈夫か。貴様らは眠そうだな、だらけとる、人としての尊厳を持て。貴様らがそんなんだから、規律が緩んで一年がだらけるんだ。辰巳漢字のようにな。あんなサボってばかりの腐ったみかん、即刻退学にしてやりたいわ。人ごとに思うなよ、貴様らも同じだからな。ハレンチな事件堂でも起こしたら、即刻退学にしてやるから、肝に銘じとけ。ですね。ユキコに話すとユキコと過ごすっていうか、あの世界に行こうってなるのかな？まあ、すぐに行くか。あ、待て、アイテム買ってねえわ。よし、みんな集まったね。ちょっと一回、ちょっとマジに出ていい？あれ？びっくりマーク出てる。なんだっけ、この人。君、本に興味がありそうだね。よくここら辺で会うもんね。僕ね、本はたくさん読むんだけど、読み終わった本はほとんど捨てちゃうの。でも本に申し訳なくってさ、君みたいな本好きにあげられたらって思うんだけど、どう？興味ない？お？おお、話がわからない君。でもただというわけにはいかないな。白桃の実を一個今欲しくてさ、それと交換というのはどうかな？持ってるぞ、俺今。本と交換。どう？一個で十分なんだけど、持ってる？いいね、いいね。好きなんだよ、これ。はい、じゃあこれ。ザ・柔道。なんだ、これ。いいね、柔道。よくわかる折り紙。寛容さ。寛容さが上がるらしい。あ、伝達力、これ持っとこうぜ。これはいる。
道島との会話にいる。マジで。武器ってそろそろさ、どうなの？なんかもう模造としかねえんだよね。売ってみるか。なんか目覚めるかもしんないもんな。売ったらうんたらかんたらっていうのがあるんだよな。頼むわ、なんか。目覚めてほしいね。売るから。ダメ？ああ、なんかダメっぽいわ。なんか何個か売らねえといけねえのかな。あ、なんか新しいね、商品入荷したらしい。ロイヤルゼリー。毒状態、魔風状態。まあ、これだよな。SP 回復するやつってねえのか？SP 回復させるやつってさ、どこに売ってんだろう？ないのか。こいつらってさ、初めてなの？宝物の手。前見たことあるけど、結局何も聞かねえんだろ、こいつ。ねえ。まあ何も聞かねえんだ、普通にアタックした方がいいか。そう、ですね、あいつ使ってみよっか、このジャック・フロスト。さあ、権限しろ。全体のやつ、あるな、これな。これが氷属性全体だ。いいね。中ダメージ、いい。使ってみよう。マハブフ。かわいい。すんよ。バケモン誕生しちまった。なんだこれ。すんごいのいるよ、これ。まあ、経験値、これでいっか。なんか、マガタマみたいなやつ。ゲットしちゃった。わははは。怖い。先見たま。そのさ、目覚めの一発やばくる。うわーって。それで混乱治るんだ。いや、ちょ、ミスはやめて。ちょーんってなんかもう、なんか、突っこけるんだよね、その音。ん？スキルがいっぱいで、ステルスキルを選んでください。火炎属性の攻撃に対する火比率が2倍になる。まあ、弱点火だもんな。これ、どれがいいんだろう。敵一体の氷結耐性を打ち消す。まあ、そう、これね、相手氷属性弱点でさ、これ耐性つけられて、これ消してから、ジャック・フロストのこのマハブフとか、ブフーラーとかね、いけるわけだから、別にいらねえような気がすんだよな。見送るか。ああ、捨てよ。おー、リリムだって、なんか昔ながらのって感じだね。老化成功率って何これ老化付着の成功率が上昇する。老化って何？なんか年々の実？あ、これだ。エイジングってのが老化の効果を与えるって。光弱点。悪魔だから闇か。電気も覚えてる。まあ、持っとくよね、別にね。持っといていいよね。ペルソナはいくつもあってもいいもんな。結局合体で強くなれるから。さらに上の段階に行けるからね。なんて？すごいなんかアイテムゲットしたぞ。アクセサリーだね。光。風の。これなんだ？あ、電気属性た、電撃属性攻撃に対する回避率が上昇する。まあ、別にいっか。いらねえよな。あ、ジライアのスキルがいっぱいだから、
まあ、マハガルは覚えないといけないっしょね。敵前でかかってるステータス、これは全いるでしょ。一部の戦闘を除いて各自戦闘から逃走する。まあ、突撃がいらんのかな。まあ、ガルはまだいるよね。あ、突撃か。突撃してよ。OK。マハガル。そう、またね、ベルベットルービーに来ましたよと。ペルソナを合体させよっか。なんか、いらんの結構あるんで。なんか強いのに、したいよね。レギオン。えぐいんだけど、なんか、ハガレンみたいな。ハガレンっていうか、もう、なんなお前。科博。まあ、今ね、18なので、18の、ペルソナ生み出せるよーと。まあ、そっから考えようか。アラミタマ。これなんか強そうじゃない?正義。ハマって何?即死効果。このさ、光属性の即死効果って何?光と闇はそういう、能力なの?わかんねえなー。ジャック・フロスト。あー、これ、一本なんたらガタラララララってやつ、いいかもな。そう、なんかオベロンっていうのをね、途中でゲットしたんですよね。一本だたらガンダラ、うんだらガンダラ。ビータラ。ゾウさん。18までだからな。あ、なんかかっこいい。雨のうずめ。全体、しかも風、風の全体。強くないこの人。風と光無効だし、雷に弱いけど、普通に強いぞ。まあ、でもエリゴールとグールとリリム、か。ははは。エリゴールはきついな、なくすの。どうしよう。悩みどころさんだな。エリゴールは火なんすよ。残しておきてな、という気もすんのよね。シーサー。アラミタマ。18。まあこの一本だたらってのは別に作ってもいいかなって感じだな。作ってみよっか。継承するスキルをお選びください。ブフ。この、ペルソナでよろしいですかな?はい。氷属性はジャックフロストいるから、だからブフ別に いらないじゃん。ブフいらないじゃん。それなら。まあ、いっか。ジャックフロストがね、強いからね。俺は一本だったら、おめえの覚悟見せてもらうぜ。これのなんかをうんたらかんたらって言ってたよね。こいつなんか呪術回戦出てきてなかったっけ?京都のさ、2年生だったが。似てる。一本だたら。一本、うんたら、うんたらかんたら。まあ、でもあれか、雨の渦目にエリゴールのスキルを継承すればいいのか。じゃあ雨の渦にしよっかな。だから強そうだもんね。しかも見た目すげえかっこいい。作るか。継承スキルはマハラギ。毒効果。火炎属性の攻撃力が 25% 上昇する。なんか微妙だな。なんか全体的に微妙だ。まあ、でも何でもできるようにしとくか。老朽。
まあ、これ覚えさせてもいいかな。うん、これで。まあ別にいいよね。今よりも強くなるから。来た。なんだろうね、結界師っていうか、なんというか。わらわは雨のうずめ。おそばにはいつもわらわがおりますゆえ。来た。ねえ、これで今所持してるのは一本だたらでこれか。もこい。まあ、あとは、あれだな。またペルソナ集まったら、作るって感じで、いいかな？うん。もこい。かわいいんだよな。もこいかわいいんだよな。7個から出てますね。どうしたの？仲間が深まりそうだ。あ、すごそうぜ。うん。でもね、これ省略されんな。今回は何もないかもしんないわ。あれ？奈々子はそわそわと歩き回っている。お父さん、今日も遅いのかな？だいたい、堂島からでしょう。はい、堂島です。お父さん、え？本当？うん、うん、わかった。お、この表情からすると、もうすぐ帰るぜっていう。連絡かな？お父さん、今から帰るって。ご飯、用意しなきゃ。奈々子ははしゃいでいる。はははは、その弁当ね。チンしようねっていう。たくはなくなってる。お父さんがっかりするかな。一緒に帰りでも、夜だからな。一応提案してみるか。本当？ありがとう。奈々子はとても嬉しそうだ。一緒にお買い物だね。奈々子は嬉しそうだ。じゃあ、正義だからね。もういねえけどね。正義はエリゴールだっけ？なんだっけ？あの人だったんだけど。いなくなっちゃった。お兄ちゃん。ジュネス、へへへへ、もう夜なのに。しばらくして自宅。ただいま。怒られそうだな。お父さんお帰り。こんな時間にどこ行ってた？あ、ジュネス。遅くに外に出るなって言わなかったが。でもお父さん帰ってくるってだから。どんな理由があろうとダメなものはダメだ。お父さんと約束しただろう。奈々子は悲しそうだ。話くらい聞いてほしい。だがそこまでのでなんでやねん。奈々子は悲しそうだ。奈々子お前と、もう勇気も伝達力もなくて何すんだよお前。なんでお兄ちゃんが謝るの？お兄ちゃん悪いことしてない。奈々子だって悪いこと。奈々子は泣き出した。泣き出しそうだ。お父さんのバカ、バカバカ。ナナコ、親に向かってバカとは何だ？堂島に事情を説明した。俺のために、たくあんを。そうだったのか。いや、これは俺の伝達力があればの話よ。こんなことになってなかったあの場面で。あの選択肢で、俺の勇気、伝達力、あればどうにかなってた。だからって子供がこんな時間に出歩くのを認めるわけにはいかない。今はいろいろ物騒なんだって知ってるだろう。お前も遅くまでフラフラしてるんじゃない。ついでに怒られてしまった。おとなしく実践戻ることにした。まあ運動部で、過ごそうか。うーす。この一条の最初のうーすがめっちゃ好きなんだよね、俺。なんか知らないけど、うーすって。バスケ部。なんかあれだね、マネージャーが入ったんだっけ。一条は嬉しそうだ。八戸上高校体育館、部活動に粘り強く取り組んだ。
根性が高まった。そろそろもっと仲が深まる気がする。あ、おかえり、お兄ちゃん。あ、昨日の今日だけどなんともなさそうだね。相変わらず、クイズっと。ね、お弁当、お弁当作り。実質で、あ、まあ、読書でいっか。ザ・柔道って何？まあ、伝達力が深まりそうだって。これにしとこうか。なんで柔道の本読んだら伝達力が、ああ、教えるためにってことか。ザ・柔道を読んでみようか。柔道の技について、偽名の由来や雑学を織り交ぜて詳しく紹介されている。強くはならない気がしたが、誰かに教えられそうな気がした。ザ・柔道はまだ続きがある。また今度続きを読もう。ん？なんだこれ。あ、噂話か。商店街の北側にある掲示板に新しいバイトの募集が貼られてたよ。家庭教師の日給がすごく良かったな。あんたは知識が足りなくて家庭教師は無理なんじゃない？何それ。でも残念でした。家庭教師のバイトに必要なのは寛容さだったもんね。いや、結局足りてないんじゃん。そんなことないって。スナックなんたらで皿洗いのバイトでもいいかな。あっちも寛容さだったもん。あ、ユキコと過ごせるぞ。よし。ずーっと頑張って消耗しちゃうより。オッケー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 。なんだろこれ、一回テレビの中に行かないといけないのかな。ははは、さきみたまが、より仲良くなれそうな気がする。反応した俺のさきみたまが。俺の右の玉がな。さあ、ゆきこと過ごそう。ゆきこは嬉しそうだ。ん？スーパー？あ、ジュニアスか。食品売り場。ゆきこに釣られてやってきた。どうして食材ってこんなにあるのかな？玉が一つ取ってもいろいろあるし。お使い？なぜか食材のお使いだけは頼まれるの、頼まれないの、私。ゆきこは首をうねっている。ちょっとね、お料理の勉強しようと思って。家を出てくって決めたから、一人暮らしで外食続きだと栄養偏るでしょう。だから今のうちに特訓。頑張れ。うん、ありがとう。ゆきこは嬉しそうにうなずいた。あ、そうだ。たまにイノックに味見してもらってもいいかな。誰かに食べてもらって評価が欲しいの。その方が上達が早いかなって。それにイノックなら感想とかはっきり言ってくれそうだし。ダメかな。ここでも、めんどくせえな、つって。全然 OK。だがそこ、なんだよそれ。構わない。なんで全然 OK がダメだよ、構わないが。なんだよお前。俺がお前がわかんねえわ。ペルソナの力を得て思ったんだ、私やれるかもって。一人じゃ何もできないって思ってたけど、意外とやれるかもって。人に頼ってばかりだったけど、これからは頼られるぐらいになりたい。私頑張るからね。ユキコから熱いやる気が伝わってくる。また少し絆が深まった気がした。来たーん。3は何だっけ？追撃？あ、来たー。これは最低限でも欲しいよな。伊勢海老ってどこに売ってるんだろう。じゃあ、またね。これはなんか嫌な匂いすんな。やる気はあるんだけど多分料理できないみたいな。いや、わかんない。うまいのかな、どうなんだろう。接客、厨房というかさ、そこを担当してるのは別に違うもんね。板前さんだもんね。あ、7個から出てるね。どうしたの？いやでもね、これでさっきなんかもう嫌なこと起きたからな。奈良子との一件はあれだね。本当に。一瞬だった。おお、今日お前も部活だろ。一条のやつ、やけに暗い顔してたんだが、ま、よろしくな。そんなこと言われたら出したくなるよね。
では、資料中の150ページ、古代エジプトの地図をご覧あそばせ。エジプトが誇る巨大なピラミッドが乗っておるであろう。これらのピラミッドじゃが、奴隷によって建造されたというのは過去の通説じゃ。発掘により労働者の出勤簿が発見されての、その説は覆されたのじゃ。わらわは最初から古代エジプトの高貴なる民族を信用しておったのじゃ。やはり遺跡は古代文明の花であるな。皆も古代のロマンを感じるであろう。わらわら兄上は古代文明に何たらのないつまらぬ侍であったわ。武骨な兜などをかぶってみっともない。このネメスの方がよっぽど優雅ですわ。む、そこ。話がそれたと思って油断してる花村氏。ピラミッドが奴隷によって建築されたという通説を覆した根拠を答えなさい。ファ？なんだっけ、さっき労働者の何かって言ってたよな。出勤簿、これだね。正しいと思われる答えを教えてあげた。なんか優しいじゃん。親はきちんと要点を押さえているとは感心したぞ、花村氏や。そう、労働者の出勤簿が発見されたことで通説は覆ったのじゃ。この出勤簿に書かれた欠勤理由じゃが、なんと二日酔いという記載まである。もし奴隷が強制労働させられていたとしたら、そんな理由が通るわけがないの。どうやら通説と現実は大きくかけ離れておったようじゃな。の、サンキューな。俺もしっかり勉強聞いとかねえとな。陽介に感謝された。陽介と少し仲良くなれた気がする。伝達力が伝わった。あれ、一条はいねえな。おうな。そういや、一条がいないが今日部活だろ。気になるか、行ってみるか。やる気だな。永瀬は感心している。なんかね、一条くんの家もなんかめんどくさそうな家だからね。しかも養子だって言ってたし、根気は高まった。一条は来ていない。何か休養でもあったのだろうか。おお、疲れた、もう帰ろうぜ。八戸上高校下駄箱。一条の下駄箱には革靴が入っている。まだ学校内にいるようだ。少し校内を探してみよう。大の字に寝てる。八戸上高校屋上。一条がいる。ははっ。部活終わった。サボるとはいい度胸だ。そっか、結構長かったな。知らなかった。一条は目を閉じた。バスケ、好きか分かんなくなった。好きにしようって言われたんだ。バスケやるの、あんだけ反対してた家の人が、急にバスケでも何でも好きにしろって。んで朝一人で練習してたんだけど、何も思わないんだよ。楽しいとか悔しいとか何も思わなかった。一条は空を見上げている。放課後ずっとここにいたんだ。したらいろんな部活の音が聞こえてきて、なんでみんなあんなに楽しそうなんだろうとか思ってた。みんな急に遠く感じて。あ、鳥。鳥はいいな。あんな高いとこ飛べて。俺何か海の底にいるみたい。パーッと遊びに行こう。合コンでもする？今なら俺のこの、なんつーの安入いさいけそうじゃね。一条は皮肉な笑みを浮かべている。次の部活はちゃんと行くよ。ありがとな。ありがとな。おお、一条は嬉しそうに笑ってる。やっぱお前がいて、お前に話しかけて部活をしたいんだ俺は。おおっていうお前の声が聞こえて、聞きたい俺は。長瀬じゃなくてな。一条、お前がいいんだ。一条殿との仲がまた少し深まった気がした。来た。あれ、もうちょっとだけここにいる。今夜親戚が来ることになっててさ、心の準備うまくできてないんだ。仮面かぶんの結構うまいんだけど、たまにしんどいんだよね。悪い。今は一人にして。
空を見上げる一条と別れ、家に帰ることにした。おう、おかえり。おかえり。伝達力が備わってねえよな。ちょっと一回挑戦してみるか。無理。あ、ハムが一、なんだか、わびしい、そっとしておいた。あれ、なんかかかってきたぞ。もしもし、花村だけど。今度テレビの中行かないか。いろいろ用意あるのわかるけどさ、近いうちに考えといてくれよ。あ、もうそろそろ、あれか。救い出さないといけないもんな。天気予報。あ、そうだ、明日だな。よし。とりあえず、伝達力のこれ読むか。おっす、ノー。明日の雨、じゃあ明日の朝は雨らしいけど、午後には上がるらしい。まだ大丈夫そうだけど、しっかり気張ってこうぜ。しばらく雨はなさそうだし、みんなで着実に進もうぜ。なんか真顔なんだよね。そう、あ、できてんじゃん、すげえ。美味しそうな実がなっている。家に帰ったら収穫してみよう。あー、夜になって収穫できるのか。なるほどね。さあ、ということで、ちょっと今回ここまでにしよっかな。なんか冒頭ではまあ、カンジ君と戦うところまで行くみたいな言ってたけど、まあ、それは次回やるわ。多分次回もちょっとレベルアップさせてから、向かおうかなと思います。まあ、もう持ってるペルソナのもね、強くなってきてるので、まあ、なんとかなんじゃねえかな。まあ、正直、イザナギにこだわんなくてもいいのかなとか思い始めた。もしかしたら、なんかとなんかでイザナギがまた強くなるかもしんないし、まあ、イザナギ、さっき見たま。もう一人いたよね、なんかね、なんたら玉みたいな。これを俺の右の玉ね。左の玉はまだできてないんですけど。はい、ということで。まあ、今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。よいしょ。